ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国経済に対する IMF の動きについてお話ししていきたいと思います。中国の経済崩壊が深刻な状況となってきました。中国共産党は膨れすぎた不動産バブルに対して地価の高騰を抑制するために総量規制を行い、不動産融資を制限したことで自転車操業的に回していた中国の不動産開発業者が軒並み資金難に陥ってしまい、そこから連鎖するように関連業界が不振となり、さらにゼロコロナ政策の反動もあって国民の購買欲が完全に下がってしまっています。この厳しい状況を見かねて IMF 国際通貨基金は中国経済について審査を実施したんです。そしてその審査の結果、中国経済の危うさが鮮明となり、 IMF は中国に複数の警告を発したんです。海外企業の脱中国、高まり続ける失業率、世界から孤立しつつある諸々の外交問題など課題は山積みなわけですが、果たして IMF は中国経済に何を感じたのか見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。IMF のゲオルギエワ専務理事がロイターとの単独インタビューで、中国経済に関する審査で国内消費の喚起と不動産部門への対応、地方政府の債務抑制が必要との認識を中国側に示したということを明らかにしました。今中国経済が苦しんでいる根本的な要因は、半ば自転車操業的に無理やり経済成長させたことでその反動が襲いかかっているというわけで、今までの中国のやり方である債務を原動力にしたインフラ投資と不動産をテコとする経済成長モデルを転換し、国内消費を重視する必要があると IMF は中国側に強く訴える方針をとっています。さらに IMF は欧米企業がサプライチェーンにおいて脱中国に動いていることに加え、高齢化と生産性低下が経済成長率を抑制する要因になっていると指摘しています。不動産部門の問題が消費低迷の原因になっているとの認識も示しました。ゲオルギエワ氏は構造改革がなければ中国の中期的な経済成長率は 4% を割り込む可能性があると述べていまして、強い危機感を持っているということです。特に興味深いのは中国の不動産問題についての IMF の見解です。経営難の不動産開発会社を救済するよりも、購入者がすでに代金を支払ったマンションの建設完了に資金を振り向けることで消費者の不動産部門に対する信頼を回復することが重要と主張しているんです。確かに消費者の信頼を得ることができない限りは不動産への不信は未来永劫続いてしまうわけですから、健全な市場に戻すためにも必要な一手かもしれません。また中国から一定の資金が流出しているので、こうした傾向と今後の動向を注意深く監視する必要があるとも指摘しています。その一方で中国市場においてはデジタル経済やグリーン技術などはまだ投資家にとっても魅力的な分野としています。ただし中国が強く推進している電気自動車については、不公正な競争につながるような補助金を利用しないよう釘を刺しています。とにかく IMF は中国にこう言いたいわけですね。いい加減今までの強引なやり方は改めろ、先々を見据えつつ公正なやり方で商売をしろと。 EV 補助金の件に関しては最近も話題になりましたね。少し話はそれますがお話ししますと、脱炭素化に注力する EU は EV の普及に努めていまして、欧州自動車工業会によると8月の新車登録台数のうち EV が占める割合は 21% と初めて2割を超えました。しかしその EU は中国製の廉価な EV が EU 域内の市場に流入することに対して危機感を強めてきているんです。9月13
13日に EU の執行部局である欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長は、中国製の EV の価格が中国政府による補助金を受けて人為的に安く抑えられており、 EU 製の EV が価格競争で不利に立たされているとして調査に乗り出すと発表したんです。中国政府が中国の自動車メーカーに輸出補助金や他国の国内産業に対して損害を与える補助金を本当に出しているとするなら、 EU は世界貿易機関 WTO ルールにのっとり報復関税を課すことができるわけですね。中国政府はこれを否定していますが、真偽は不明ということですね。 EV の生産に必要なレアメタルなどの鉱物の多くを中国に握られている以上、どの道厳しい競争になるかと思いますが、そもそもヨーロッパがトヨタ潰しを兼ねて EV シフトと言い出しておいて、いざ EV シフトを強引にやってみればテスラや中国ばかりが得をしているという状況になり、慌ててルール変更を仕掛けているようにも見えますね。このあたりはヨーロッパのいつものやり口ですね。なんとも情けない話です。クリーンディーゼルで失敗して、 EV シフトでも失敗して、次にヨーロッパは何を言い出すんでしょうかね。いっそ車ごと禁止にするとか言い出しそうな勢いです。話は戻って中国ですが、9月28日には恒大集団の株式が香港で取引停止となりました。8月28日に約1年5ヶ月ぶりに売買を再開したばかりで、なんとも驚きの動きでしたが、この日創業者の許家印会長が中国当局に逮捕されたということなんですね。これにより経営の混乱に拍車がかかっている状況です。恒大の発表によると、許氏逮捕については法律違反の疑いがあり、強制措置の対象になったと通知を受けたということです。ちなみに恒大の負債は3000億ドル、約44兆8000億円を超えており、返済のために資産や株式を売却して現金を調達しようと躍起になっていますが、外貨建て債務の再編をめぐる債権者との調整が難航し、協議日程を相次いで延期しています。また9月25日が期限だった人民元建て債40億元の元利金も払えなかったということですね。ただ中国にとって明るいニュースもありました。中国国家統計局が9月30日に発表した9月の製造業購買担当者景気指数 PMI は 50.2 と、景況拡大悪化の分かれ目となる50を6ヶ月ぶりに上回ったということです。PMI はもともとイギリスの金融情報大手のマークイット社が日米欧やアジア新興国など30カ国余りで国ごとに算出していました。中国では従来 HSBC と共同で調査していましたが、同調査から撤退したため、地元メディアの財新と新たに提携し、名称を財新 PMI としたものです。調査方法などは従来と変わらないものなので、比較的信頼できる値ではないかとも言われています。実際輸出のマイナス幅は縮小していますね。 PMI が 50.2 となったのは不動産部門の政策緩和などによる安定と思われます。しかしこれらのことが住宅購入者の心情を急に好転させることにはつながらないわけですし、そもそも中国の不況の根幹の部分はこうした一過性の対策や小手先でどうこうなるものではありません。はっきり言って見せかけです。エコノミストは中国の国内総生産 GDP 成長率見通しを下方修正してきています。今後どのような展開が待っているのか、引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。